そこにいるのってシャルロットじゃないか。またあいつに会えるなんてな。なんだ、街頭インタビューの最中みたいだな。ひひっ、あいつが何か面白いことに出くわしてそうな予感がするぞ。早速見に行こうぜ。なるほど。つまりこの予告状は確かに怪盗マーテンによるものだとあなたは確信しているというわけですね。そんなの当たり前だ。言ったろ、怪盗マーテンは型破りな行動しか取らない。10年前に死んだあれはきっとただの身代わりに過ぎなかったんだと。怪盗マーテンが今こうして再び現れて、当初から奴を追っていた警察隊もさぞ頭を悩ませていることだろうな。最終的にどうなるかは知らんが、しばらくは退屈せずに済みそうだ。ええ、同感です。きっとものすごいニュースがたくさん生まれるはずですね。インタビューにお答えいただきありがとうございました。次の方に移りますね。あら、奇遇ね、君たちもここにいたなんて。ちょうどよかった。ではでは、お二方にお聞きします。怪盗マーテンから新しく届いた予告状についてどう思われますか？なんだそれ、全然聞いたことないぞ。あれ？あ、ごめんごめん。あの事件は十数年も昔の話だし、あなたたちが知っていなくても当然ね。それでは、この私がプロとして説明してあげるわ。ゴホン。十数年前、マーテンを名乗る盗賊がフォンテーヌ邸で活動していた。その正体を知る者はなく、警察側ですら尻尾をつかむことはできなかったという。すごいぞ、オイラが読んでた小説に出てきたあの夜にしか動かない謎の大盗賊にそっくりだ。そうなのよ。でも当初、怪盗マーテンは名声なんか気づいていなかったわ。他人が大切にしているものばかり狙って動くから、誰もが彼の標的になる恐れがあったの。例えば大商人が金庫に隠した高価なネックレスなんかだけでなく、一般人の子供が誕生日にもらったお人形にまで手を出したりね。でしょ、小説なんかに出てくる怪盗は普通弱き者を助けるけど、彼はお構いなしよ。だから彼はフォンテーヌ邸では悪名をとどろかせてたわ。早く捕まってほしいってみんなが願ってたの。じゃあそいつは捕まったのか。捕まったとは言えないかも。10年前のあの事故がなければ怪盗マーテンは今も裁きを逃れてのうのうとしていたでしょうね。10年前、セサルっていう名前の魔術師が高所からの脱出マジックを披露している最中に事故で転落死したの。警察隊が遺品を整理したところ、彼の家からは大量の盗品や犯行道具が見つかった。それで怪盗マーテンの正体はようやくあらわにされたってわけ。セサルの死と同時に窃盗事件の数も一気に減ったわ。でもまさか10年後の今日になって怪盗マーテンがまた予告状を出してくるなんて。しかも堂々と過激場の扉に張り出してあったのよ。今朝集まってきた人の群れを抜けてすぐに写真を撮ってきたわ。ほらこれ。これがその予告状か。どれどれ。3日後の夜、過激場へ君の最も大切なものをいただきに来よう。10年前君がしてくれたように。これはもう疑う余地もなく正真正銘の犯罪予告状だわ。長年消息を絶っていた怪盗マーテンが犯行を再開したのよ。ことはやっぱりそう簡単に解決してはいなかったのね。怪盗マーテンが再び世にその姿を現した目的は一体何？今度こそ
驚きの真相を暴いてやるわよ。他人の大切なものを盗む怪盗って、まずいぞ。もしかしたらオイラたちも狙われちゃうかもってことだよな。あれ、オイラが奴に狙われる可能性もあるのか。お前ならきっと思い通りにさせたりしないよな。なるほど。というわけで、怪盗マーテンが再び現れる件を心配される人々は大勢いらっしゃるようですね。予告状の写真、街頭インタビューの記録、この2つを組み合わせれば現行の材料は揃うはず。でもやっぱり何か足りない気がする。そうだ、独占秘話が足りないわ。次は誰をインタビューしちゃおうかしら。怪盗と関係がありそうな人はいないかな。あら、あそこにいるのってリネか。魔術師セサル、怪盗マーテン。そうだ、リネさんをインタビューしましょう。だってほら、10年前に怪盗マーテンとみなされた人物は魔術師のセサルだったでしょ。怪盗にしても魔術師にしても謎めいた人物だから、お互い何かしら関係があってもおかしくはないと思わない。おい、なんだよその推理、強引すぎるだろう。気にしない、独占記事が私を待ってるって予感がするわ。今すぐ向かいましょう。魔術師のお兄ちゃん、どうして僕が選んだカードを知ってたの？簡単さ。一つ内緒の話を教えてあげる。実はね、魔術師は誰でも独身術を身につけてるんだ。これを使えば人が心の中に隠したことも簡単に見破れちゃうんだよ。本当？じゃあ僕の考えを当ててみてよ。肩の力を抜いて。うん、見えた。君の心は固く閉じてて、絶対に当てられたらダメって言ってるみたいだ。そして今君は少し慌て始めてる。頭を空っぽにして何も考えないようにって自分に強いてる。でもわかるかい？秘密っていうのはね、隠そうとすればするほど簡単にバレてしまうものなんだよ。家族に黙ってこっそり家を出てきたんでしょ。外で遊ぶために家族に嘘をつくなんていい習慣とは言えないね。そんなことまでわかるの？すごい。もちろんさ。はい、マジックショーはこれでおしまい。さ、君もそろそろお家に帰って、心配してる家族にちゃんと謝ること、いいかい？うん、わかった。またね、魔術師のお兄ちゃん。リネ。こんにちは、また会ったね。僕に用？何かあったかい？独身術とやらができるんだろ、当ててみたらどうだ。からかわないでよ。まさか本当に独身術なんかできるって君たちまで信じちゃったわけじゃないでしょ。そんな大層なことできないって。でもさっき見たわよ、リネさんがあの子の心に隠していた秘密をしっかり言い当てた場面をね。あれにはちょっとしたトリックがあるのさ。かすかな表情の変化から判断してただけだよ。マジックショーが終わった後も隣に親の姿が見当たらなかったのはあの子だけだったし、目もちょっと泳いでた。考えを読み取るのはさほど難しいことじゃなかったさ。
大して君たちの目的なんてどう当てればいいって言うんだい。まさか怪盗マーテンの件かい。なんで知ってたんだ。これもマジックか。おや、図星だったかい。マジックなんかじゃなくてただの運だよ。今朝は予告状の件で大騒ぎだったから、もしかしたら君たちも聞き回ってるんじゃないかと思ってね。その通り。特別にコラム記事を書くつもりよ。怪盗マーテンの最新情報をお届けするためのね。リネさんは怪盗マーテンが再び姿を見せる件についてどう思われますか。それについてだけど、正直僕はかなり怒ってるんだ。怒ってる？なんでだよ。例の予告状を見たでしょ。3日後の夜に歌劇場で犯行に及ぶって怪盗マーテンは宣言してるけど、あいにくちょうどその日は僕のマジックショーがあるんだ。そんな偶然ってあるか？待てよ、まさか今回怪盗マーテンに狙われたのはお前だったりして。もし本当にそうだとしたら、あの予告状は僕に対する挑発ってことになるね。でも仮に僕が標的でなくたって困ることには変わりないよ。怪盗マーテンは悪名高いし、みんな彼には出くわしたくないはずだ。予告状の内容が広まってしまったら、僕のショーを見に来てくれる人がいなくなるんじゃないかって心配でさ。このショーのために長い時間をかけて準備してきたんだから、奴が僕の努力を水の泡にするのをみすみす許すわけにはいかない。だからショーの前に怪盗マーテンの正体を暴くつもりだよ。本当ですか。ってことは魔術師と怪盗の間で繰り広げられる対決を見れるということですね。これってとんでもない独占ニュースだわ。成功するって保証はできないよ。何せ怪盗マーテンは10年前の時点で有名だった泥棒で、バレない犯行方法を掌握しているわけだからね。リネさんたら謙虚すぎますよ。私からすれば、あなたが普段マジックショーで披露しているマジックの方が怪盗よりもよっぽど謎めいたものなんですから。褒めてくれてありがとう。でもその対比はあんまり適当じゃない感じがするかな。人々は魔術師と怪盗を結びつけがちだよね。どっちも人の気づかないうちに物を消すことができるから。でも実際はそれぞれ用いる手法は全然違うんだ。ちょっとしたマジックを例に説明してあげよう。ほら、この積み立ての花を見てごらん。しっかり見てて、瞬きはしないようにね。3、2、1。消えたぞ。さあね、どこに行ったのかな。さて、これこそ魔術師と怪盗の違うところ。怪盗は宝物を消すことしかできないのに対して、魔術師はそれを戻すことができるんだ。さ、おのおの服をチェックしてみて。何かサプライズが増えてないかな。サプライズ？どれどれ。謝らせてください。先ほどの称賛は適切ではありませんでしたね。マジックと盗みを同じにするなんて言語道断。いいよいいよ、気にしてないから。ただこれを機にみんなの魔術師に対する固定観念を変えてみようと思ってね。セサルの死をきっかけに魔術師は民衆から怪盗と結びつけられてしまうようになったんだ。まったく困ったことさ。なるほど。さっきのマジックの話に戻りますが、実は一つお聞きしたいことがあって。リネさんは花言葉をご存知ですか？
私が今まで見てきた限りだと、他のマジシャンは花に関するマジックをする際によくレインボーローズを使うようです。レインボーローズは情熱と素敵な出会いの象徴ですからね。でもリネさんが使ってるのはルミドゥースベルでしょ。私の記憶が正しければルミドゥースベルは別れの象徴ですよね。リネさんは何か特別な意味を込めてこの花をお選びになっているんでしょうか。さすが有名なジャーナリストさんだね。なかなか鋭い。でも花言葉についてはさほど詳しくなくってね。ルミドゥースベルを使ってマジックをするのはただの習慣かな。時間があったら僕もフォンテーヌ花言葉大全を買ってちゃんと勉強しちゃおっかな。今日はしばらくそんな時間がなさそうだけど、これから怪盗マーテンの件を調べようと思ってるんだ。わかりました。それでは今回のインタビューはここまでにしておきますね。リネさんと噂の怪盗が繰り広げる究極の対戦、楽しみにしています。何か進展があったらいつでも私に連絡して。3日後は私もリネさんのマジックショーを見に行くから、その時には怪盗マーテンがすでに捕まってくれていることを祈ってるわ。それじゃあお先に失礼するわね。今のインタビューの情報があれば独占記事を一つ書けるわ。時間が惜しいし記事の発表は早い者勝ちだもの。またね。リネ、まだオイラたちに教えてくれてないだろ。さっきのマジックってどういうことだったんだ。それについては秘密さ。ういうい、マジックの種は重要だってことはオイラにもわかるけど、でもはっきりしないとモヤモヤするんだよな。お前だってそうだろ。おや、マジックの種より怪盗マーテンの方が気になるみたいだね。それなら臨時魔術アシスタントとして僕と一緒に調査してみないかい。臨時魔術アシスタント、なかなかいい響きじゃないか。まるでオイラたちも魔術師になった気分だぜ。しかもこいつの秘密を掘り起こす絶好のチャンスだ。お前はどう思う？よかった、信頼してくれてありがとう。今一番重要なのはセサルについてはっきりさせることだ。彼が本当に怪盗マーテンならすでに死んでるわけだから、今回の予告状を出したものはただの模倣犯ってことになる。でももし彼が怪盗マーテンじゃなかったら面白いことになるよ。本当の怪盗マーテンはまだ生きていて、この10年間ずっと消息を絶ち、フォンテーヌのどこか隅っこに隠れてたってことになるからね。セサルのことを調べるなら彼の婚約者だったジェマさんから当たるのがいいと思う。彼女がよく墓地に行くって情報を仕入れてね。すでにリネットにはそこで彼女を待ってもらってる。ちょうどそろそろ時間かな。墓地に行ってリネットと合流しよう。
遅い。ごめん、途中で旅人とシャルロットさんに会えたから少しお話ししてたんだ。リネット、久しぶりだな。オイラたちは今リネの臨時アシスタントなんだぜ。お前たちと一緒に怪盗マーテンの事件を解決しに来たぞ。ありがとう、あなたたち本当にいい人ね。どうだい、ジェマさんには会えたかい？ずっとここで待ってたけど誰も来なかった。おかしいな、まさか情報が間違ってたか。ここで立っててもしょうがないし、旅人パイもひとまずこの辺りで聞き込みしよう。こんにちは。突然だけどジェマさんって知ってるかい？ジェマってセサルの婚約者のジェマか？彼女のことを聞いてどうするつもりだ？少し聞きたいことがあってね。彼女はよく墓地に来るって聞いたんだけど、そうなのかい？ああ、ジェマの一途さは有名さ。セサルが行っちまってから毎週墓参りに来てるんだ。墓石の前にただただ座り続けてることもあれば、延々と独り言を言い続けてることもある。ある時何のためかと聞いてみたんだ。そしたら、セサルともう一度話したいんだと。長き眠りについた婚約者がジェマの声を聞くことは二度とないにもかかわらず、ここで彼に最近の出来事を教え続けたいんだと。セサルが死んでもう10年だぞ。本当に二人の愛は本物だったんだな。セサルの身分がバレてからその名声も地に落ちた。だから普段奴の死を痛みに来る者なんかほとんどいない。だがジェマだけは違う。セサルがあの世でこれを知ってるならきっと喜んでるだろうよ。正直そうまでする価値があるのかと俺はよく思っちまう。なんせジェマの婚約者は卑劣な怪盗だったわけだからな。彼女がこれほど献身する相手としちゃふさわしくねえよ。そういや、今日は確かにいつもより遅いな。普段ならこの時間はすでに墓の前に座ってるんだが、何かあったのかね。すまんな、具体的な状況については俺もよく知らないんだ。他のやつに聞いてみてくれ。そうか、いろいろ教えてくれてありがとう。他の人にも聞いてみるよ。なんてことないさ。早く彼女が奴から解放されるといいんだがね。ここであなたたちを待つわ。ついでにジェマさんのことも。聞いた？例の怪盗マーテンがまた現れたんだって。マジかよ、死んだんじゃなかったか？私もよく知らないわ。いろんな噂が飛び交ってて、どれが本当のことなのかよくわからないんだもの。もしも、もしもよ、今回の怪盗マーテンが本物なら、当時のセサルのあれは冤罪だったってことにならない？だから言ったろ、あれは冤罪だって。俺は10年前からずっと言ってたんだ。俺の知ってるセサルは町で子供たちにバルーンを配るようなお人よしだったんだぞ。あんな人が怪盗だなんてありえないに決まってるだろう。よしなさいよ。警察が怪盗マーテンの正体を公表した時、あんたが一番彼を非難してたんでしょうが、人は見かけによらずだのなんだの散々言ってたくせに、今でもはっきり覚えてるわよ。はあ？そんなことあったか？覚えてないって。こんにちは。失礼だけど怪盗マーテンの話かい？僕たちもちょうどその話に興味があってね。けどあいにく確信をついた情報をまだつかめてないんだ。
もしお二人の時間が大丈夫ならセサルのことを教えてくれないかい？だったら俺に聞いて正解だ。当時セサルが町でマジックをやってた頃、俺は実際に奴のマジックを見たことがあるんだ。それはもう巧妙なものでさ、一番印象に残ってるのは透明のバルーンを破って中からなんと鳩が何羽も飛び出すってマジックさ。近くで見てたのに全く見破れなかった。本当に不思議だったよ。私も見たことあるわ。彼マジックショーを終えるたびにショーを見に来た子供たちにいくつかプレゼントをあげてた。子供たちに願いを書いてもらって、次のマジックで願い事リストにあるものを出してプレゼントすることもあったわ。確かに悪いやつには思えないな。けど10年前、その行為にはもう一つの解釈があったわ。セサルが子供たちの願い事を集めるのは、子供たちが一番大切にしているものを盗むための情報収集に過ぎないってね。知ってると思うけど、怪盗マーテンは何でも盗むから。とにかく怪盗マーテンが再びその姿を現したおかげで、セサルのこともまた議論されるようになったってわけだ。ジェマもきっと喜ぶだろうな。セサルの疑いが晴れたら彼女もきっと苦痛から解放されるはずさ。言ってるそばから本人のお出ましだぞ。ほら、あれがジェマだ。セサルに関する質問なら彼女に聞いてみろよ。あいつがジェマか。なんだか顔色が良くないみたいだな。待て、見ろ、あいつ怪我してるぞ。早く見に行こうぜ。あなたたちは誰？警戒しないで、悪意はないんだ。怪我をしてるみたいだけど、大丈夫？お気遣いありがとう。あなたたちは一体誰？私に何か用？僕はリネ。こっちは妹のリネットだ。オイラはパイモンだぜ。で、こっちは旅人だ。オイラたち、怪盗マーテンのことを調査しに来たんだ。今朝、怪盗マーテンがまた予告状を出したでしょ。怪盗マーテンがまだ生きていたなら、セサルさんは濡れ衣を着せられたってことになる。ジェマさんはセサルさんに一番詳しい人だから、考えを聞かせてもらいたいんだ。信じて、害を与えるつもりなんかない。むしろジェマさんの安全をできる限り守るつもりだよ。私は最初からセサルが怪盗マーテンだなんて信じていなかった。やっぱりね。じゃあ10年前に何か異常を感じたことはなかったかい？例えば彼といざこざを起こした者がいたとか。異常なんてなかった。私何も知らないわ。そうかい。ごめんね、邪魔して悪かった。他に用がなければお引き取りください。彼と二人きりの時間を過ごしたいの。なんだかさっきあいつの表情が少し不自然に見えたけどな。嘘をついてる。何かを知ってるはず。それもそうだね。何せいきなり10年前の出来事を調べようとしてる奴が出てきたわけで、不審に思われても仕方ない。しばらくこれ以上の情報は聞き出せそうにないな。じゃあ今日はひとまずここまでにしよう。次のことは明日、ホテル・ドゥ・ボールの前で落ち合ってから考えようか。
こっちだ。あれ、リネットのやつは？リネットにはジェマさんの後をつけるよう頼んでおいた。何か進展があるかもって思ってね。今はカフェにいるはずだ。でもジェマさんが簡単に打ち明けてくれるとは正直思えないんだよね。やっぱり他の方法も考えないと。今回調査するのはロレンツォって人のことだよ。セサルの弟子でアシスタントでもあった。セサルが亡くなった後、彼の家で見つけ出された盗品は警察に押収され、全てがそれぞれ持ち主に返されたんだ。そしてセサルが生前少しずつ蓄えていたマジックの秘密は全部ロレンツォが継承したってわけさ。ロレンツォはセサルを超えるほどの大マジシャンに出世して、モラもたくさん稼いだ。でも今はすでにマジックの業界からは抜けて、大商人としていろんな産業に手を出してるよ。面会のアポを取るのにかなり苦労したんだよ。後で一緒に飲むことになるけど、噂じゃ気性が荒くて怒りっぽいらしいから、やり取りするときは気をつけようね。君以外にあと二人来るなんて聞いていなかったぞ。失礼したね。この二人は僕のアシスタントなんだけど、かつての有名な大マジシャンに会いに行くって言ったら、どうしても一緒に行きたいって言って聞かなかったんだ。できればサインも欲しいんだって。ふん、建前はそこまでだ。座れ。建前はそこまでとか言いながら、リネの話を聞いたらだいぶ顔が明るくなったじゃんかよ。同じマジシャンだということに免じて、どうしてもと言うから会いに来たんだ。さっさと用件を言ってくれ。こんなところで時間を無駄にしたくない。うん、会いに来てくれてありがとう。実はちょうどマジックと関係した事件に遭遇してね。昨日の朝、怪盗マーテンが歌劇場の扉に予告状を貼り出したでしょ。書いてあった時間はちょうど僕がマジックショーを行う時間だから、僕を狙ってるんじゃないかと思ってさ。ショーを順調に進めるためにやむを得ず怪盗マーテンの件を調べてるってわけ。そうするともちろんセサルのことにも触れることになるから。今さら何を調べる必要があるんだ。セサルが怪盗マーテンだった。そしてあの人は10年前にとっくに死んだんだ。昨日の予告状はどう考えても誰かのいたずらに決まってる。こんな低俗ないたずらを信じてどうする。落ち着いてくれ、ロレンツさん。確かにロレンツさんの言う通り、いたずらって可能性はあるよ。可能性じゃない、事実だ。リネ、私が君とのおしゃべりにまだ我慢できるうちに、
おとなしく聞くがいい。怪盗マーテンは死んだ。これは公然の事実だ。これ以上調べる必要なんてどこにもない。仮に君のマジックショーが本当に何かの事件に巻き込まれたら、私がその損失を賠償しよう。そこまで言ってくれて嬉しいよ。でもこれは賠償とかの問題じゃないんだ。これはマジシャンの尊厳が問われる事件だよ、ロレンツさん。相手は明らかに僕を挑発してる。なんとか反撃を仕掛けないと。尊厳だと？そんな建前聞きたくもない。腹を割れ。君は一体何をするつもりだ？怪盗マーテンの正体を突き止めて、10年前に一体何が起こったのかはっきりさせたい。そんな必要があるか？10年前のことが君と何の関係があるというのだ？根掘り葉掘り探ること、それはマジックにおいて最もやってはいけないことだ。無駄な好奇心は抑えた方が身のためだぞ。どうしよう、気まずい雰囲気だぞ。ロレンツォ？やっぱりロレンツォじゃないか。その大声、すぐあんたが来たんじゃないかって思ったぜ。どうだ、一緒に飲まないか？日を改めよう。今日は先約がある。あんたと来たら毎日商売のことしか頭にないんだからな。このままだといずれ持たなくなるぞ。たまには自分自身の生活の方にも気を使ってやれよ。余計な世話だ。勝手に飲んでいろ。失礼。君は？俺か？俺はエドマンドって言うんだ。こいつと何回も商売でやり取りをしてきた中で、ま、古い知り合いってところかな。あんたら初めてこいつと接触するんだろ？こいつは性格も悪いし頑固なんだ。いい言葉なんてめったに口にしない。30代後半になっても彼女がいないのは納得だ。好きな奴はいるが、何年かけて口説いても応じてもらえなかったなんて噂もあるし。その口を閉じてさっさと失せろ。いいか、エドマンド、それ以上デタラメを言えば商売ができなくなるようにしてやるぞ。飲みすぎたようだ。すまんかった。ごゆっくり。先に失礼するよ。では私も失礼する。リネ、調べたいなら勝手に調べろ。ただ後悔しても知らないぞ。どうやら物別れに終わっちゃったみたいだね。君たちはどう思う？お前の損失を賠償するとまで言ったぞ。普通そこまで言うか？あいつ何かを隠そうとしてたんだと思うぞ。しかもジェマのオイラたちへの隠し事とは何だか違うみたいだ。僕もそう思うよ。どうやら引き続きロレンツのことを調べる必要がありそうだね。エドマンドって人は彼のことに詳しそうだった。まだここを離れたばかりのはずだから、追いかけて聞いてみよう。
助けが必要かい？誰だ？あんたらか。大丈夫だ。飲みすぎたからここで休んでるだけさ。さっきは危なかったぜ。あれ以上喋ってたら今後の生活も厳しくなってたな。ロレンツォのやつ、お前をいじめるのか？やっぱり大悪党なんだな。おいおい、そんな大声出さないでくれ。詮索するのはやめようぜ。裏で奴を調べようとする人間や奴と対立した人間は悲惨な結末をたどることが多いんだ。悲惨って？聞いてくれるな。この話はここまでだ。これ以上危ない橋は渡れない。俺からの忠告だが、余計な詮索はしない方がいいぞ。今日のあいつの怒りっぷりからするとさぞ痛いところを突かれたと見える。だがこれはいいことじゃない。若者よ、何事も度を越さないようにするのが大事だぞ。じゃ先に行くぜ。あっちから変な視線を感じる。気づいたかい？僕たちの会話を盗み聞きしていた者がいる。声を出さず振り向かないで。街の中で騒ぎを起こすと警察隊を出動させてしまう羽目になるから、外に出てからにしよう。ずっとつけてきてるみたいだけど、そろそろ姿を現したらどうだい？お前がリネか。妹はどうした？一緒じゃないのか？妹も連れてこい。まとめて片付けられた方が俺たちも楽だ。ずいぶんな口の聞き方だな。おい、誰の指図だ？あれこれ聞くんじゃねえ、ちびっこ。もうすぐ永遠におしゃべりできなくさせてやるんだから、何を知ったって無駄だ。はあ、どうやら争いは避けられないみたいだね。他の人と比べて僕はあんまり戦うのが得意じゃないんだ。援護をお願いするよ。心配するな、オイラたちに任せろ。これほど手強い連中だとは。神の目を持ってる奴はやっぱり面倒だ。あの女を脅した時のようにはいかねえみてえだな。
引き上げるぞ。まずはここを離れろ。おい、悪党ども、待て。もう、ムカつくぞ。なんて逃げ足が早いんだ。そういえば聞いたか？脅すとか言ってたよな。もしかして、オイラたち以外のやつにも手を出してたのか？そうだぞ！昨日会った時、ジェマは怪我してたし、しかも何か言えない秘密を抱えてたみたいだった。もしかしたらあいつ、今の奴らに脅されてて、だからオイラたちに本当のことを言えなかったんじゃないか？ふん。仮に本当にそうなら、邪魔な奴らを追い払った今、僕たちに多少なりとも情報をくれるかもね。よし、カフェに戻って。彼女から情報を聞き出せるか試してみようか。またあなたたちね。今度は何？お前を脅かした奴らに会ったけど、みんな追い払ったぜ。だから怖がるなよ。オイラたちが守ってやるから。どうしてこんなことに。私何も言わなかったのに、どうして彼らはあなたたちにまで手を出したの？やっぱり彼らを知ってるね。知ってる？あいつらのことなら嫌というほど知ってるわ。心の底から憎むほどにね。この10年間、セサルの死因を調べようとするたびに彼らはいつも脅しに来たわ。勝手な真似はするなって。あなたたちのこと本当に信じていいの？あなたたち最後まで調べてくれる？でもどうして？具体的な理由はまだ教えてあげられないんだ。でもこれだけは約束しよう。怪盗マーテンの正体を必ず暴いてやる。この件は僕にとってすごく大事なことだ。僕は真剣だから、どうか信じてくれ。わかったわ。何か手伝えることはある？セサルさんは生前、マジック工房を所有していたらしいね。中には彼個人の所有物がたくさんあったって。それを見てみたいんだ。そのマジック工房の場所知ってるかい？サーンドル川よ。セサルが亡くなった後、マジック工房は閉鎖された。それからは誰も入ってないはずよ。サーンドル川には多くの複雑な勢力が身を潜めているって聞いたわ。あそこに行くつもりならどうか気をつけて。いやあ、リネット、君はやっぱりジェマさんを守るために残ってよ。危険な目に遭わせないでね。わかった。守ってる間に、デザートを注文していい？もちろん。でもくれぐれも、周りには注意しててね。僕がいない間に、奴らが手を出してくる可能性は高い。ええ、わかった。省エネモード解除。ここからはもっと真面目にやるわ。どうか気をつけて。セサ
サルの事件を調べる中で、あなたたちの身にもしものことがあったら、私は自分を許せないわ。私がいるんだから大丈夫。ジェマさんが教えてくれた情報によると、マジック工房はこの辺りみたいだね。入り口が箱で塞がっちゃってるみたいだから、まずはこれをよそに運ぼう。あった。ここから降りればきっとすぐだよ。マジック工房か？どれもよくあるマジック道具だな。オイラたちが探してる手がかりになるようなものはなさそうだ。もっと奥まで探してみようぜ。うわぁ！なんだこれ！びっくりしたぞ！これってセサルのマジック道具か？なんか何かしらのギミックが起動されちゃったみたいだぞ。剣女盤石。
目。それやっ、一つだけ他のと違うみたいだね。じっくり調べてみよう。ここには何にもないぞ。無駄足だったっぽいな。普通のマジック工房と比べてここはなんだか謎めいた感じが足りないね。来る途中で僕たちはいろんなギミックを起動してしまった。ひょっとしたらセサルがこの工房を作った時、彼はここを超大型のマジック道具とみなしていたのかもしれない。もし本当にそうなら、ここは見た目ほど単純な場所じゃないはずさ。隠し通路なんかもあったりしてね。そうだ、本をちょっと移動したら。本棚の後ろに隠してあったのか。なんでわかったんだ？同じ魔術師として彼の考えは当てやすいってだけさ。こっちの中はさらに広そうだね。入ってみよう。
難攻不落。サプライズだよ。ちょっと馴染みがある感じでね。僕は残って調べてみるから、君たちはまず他のところを見てきてよ。何か進展があったらまたここで合流しよう。わかった。じゃあまた後でな。この内側の仕掛けの位置は確か、同じ場所を2回踏むとダメみたいだな。一気に全部踏まないといけないってことじゃないか。数日前、マジックショーの最中、ハットの中からどうやってキャンディーを出したのかと、とある子供に聞かれた。
冗談のつもりで、ハットの中には願い事実現マシンがあるんだと答えた。そしたら今日、たくさんの子供に囲まれて、これをマジックで出してほしい、あれをマジックで出してほしいとねだられてしまうとは夢にも思わなかった。やむを得ず、願い事実現マシンを起動するには時間がかかるんだと嘘をついて、願いを書いてもらうことにした。結果、子供たちが書いた願いはすごい量になって、あちこち走り回ってようやく全部揃ったんだ。今月はまたモラがたまらなかった。でもそんなことは重要じゃない。今は新しい問題が出てきた。これだけたくさんのものをどうやってハットの中に隠せばいいんだ？今日のショーの後に二人の子供に話しかけられた。こんなに小さい子供たちが大人の付き添いもなく外に出ているなんて、悪い奴に狙われたらどうするんだ。危なすぎる。彼らはなんとマジックを教えてほしいとねだってきた。マジックに興味を持つ子供は少なくないが、あれほど熱心に学びたがる子供は初めて見たな。マジックを学ぶのはとても大変だと教えたけれど、そんなのとっくに知っているという顔で返事をしてきた。あの子たちの純粋な瞳にじっと見つめられては、私も承諾するほかなかった。ロレンツは最近悩みがあるようだ。しかし聞いても何も教えてくれない。まさか私があの子たちにマジックを教えているのが不服なのだろうか。今度ちゃんと話し合ってみないと。あの二人は本当に才能があるんだ。しかもマジックを学んでみたことさえあるらしい。斬新なアイデアはすでにたくさん持っているから、私のやることといえばプロの立場からあの子たちのために訓練プランを立ててやるというのがメインだ。私のことを師匠と呼びたがったが、私は厳しく断った。この程度の訓練ならどのマジシャンもできるはずだ。私なんかがこんな天才の先生になるなんてとんでもない。時が経てばあの子たちはきっと私よりもずっと偉大な魔術師になれるはずだ。でも唯一心配なのは、あの子たちは同じ年頃の子供よりもずっと大人びていることだ。きっといろいろと苦難を乗り越えてきたんだろうな。ジェマもそう思っているようだが、あの子たちの目つきが鋭すぎるからとあまり接触したくないようだ。私は特にそうは感じないけれども、きっと私が鈍いからなんだろう。もうすぐツアーへ立つ日だ。一緒に行かないかとあの子たちに聞いてみたけれど、首を横に振って断られてしまった。お父様の話をしていたのを偶然耳にしたことがある。それに任務とかなんとか、両親は彼らに対して他の考えがあるのだろう。どうやら別れの時はすぐに訪れてしまいそうだ。わずか十数日しか一緒に過ごせなかったが、多少なりともあの子たちの性格は分かった。粘り強く警戒心も強い。互い以外の他人を信じたがらない。これはいい習慣とは言えないな。私に対してさえいろいろと秘密を抱えているようだ。例えばあの子たちの住所やマジックを学ぶ理由を聞いてみたが、どれも嘘で返してきた。所詮は子供だからな。いくらごまかそうとしたところで多少は嘘の痕跡を残してしまうものだ。辛い生活を送っているのが感じ取れる。それどころか
いろんな危険を伴う日々なのかもしれない。一般的な子供とは違うんだ。無念だが、私はあまり力になれそうにない。いろいろ考えた末に、結局私自身のとある考えをあの子たちに伝えた。この世界は元から嘘と偽りに満ちている。だから私たちはその中から自分なりの真実を見つけることを学ばねばならないのだと。追記、話がくどいと思われなかっただろうか。今時の子供はみんな自分なりの考えを持っているから、知り合ってたったの十数日しか経たない人間にあれこれ言われてしまえば、反抗的な感情を燃やしてしまいやしないだろうか。追記への追記、いや、きっと考えすぎだろう。この年の子供がそんな味気ない理屈を真剣に考えたりするはずがない。むしろ右から左ですぐに忘れてしまった可能性の方が大きいよな。セサル、次からはこんな余計なことをするなよ。お父様、任務、それにマジックの天才って、セサルの日記に出てくる子供たちって、もしかしたらリネとリネットのことなんじゃないか。もしかしてリネのやつ、ちっちゃい頃にセサルに会ったことがあるとか。後であいつに聞いてみようぜ。ちょっと待っててね。やっぱり僕の予想通り、ここにはいろいろと細工がされてるみたいだ。細工って？何か見つけたのか？焦らないで。手がかりを分析する前に、まずはいわゆる高所脱出マジックというものについて説明するよ。このマジックの演出者は、観客に注目されながらマジックボックスに入る。宙に吊られたマジックボックスは揺れ、しばらくするとボックスの底面が自動的に開くんだ。そこでマジックボックスからはダミーの人形が落ちてくる。でも観客はそれがダミーだと知る術がないから、落ちる人形に注意を引かれ、思わず悲鳴を上げてしまう。するといつの間にか人混みに紛れ込んでいた魔術師本人がタイミングを見計らって登場し、大げさに怯えたふりをしてみせる。神よ、私はどうしてあそこにいるのだ。もしや私はもう死んでしまったのかってね。まるで目に見えるようだぜ。それで観客たちの目線はおのずと魔術師に注がれる。気づけば地面にあるダミーはすでに消え、見たばかりのはずの出来事はまるでただの幻のように感じられる。もちろんこれはあくまで僕が推測した一般的な流れに過ぎないけど。だってこのマジックを発明したセサルはそれを完遂できなかったからね。マジックボックスが開いた時、落ちてきたのはダミーじゃなくて彼自身だった。そうして彼は歌劇場の屋根の上から地面に落ちた。神の目を持たない彼はただの一般人だから、あの高さは彼にとって当然致命的なものになる。彼が死んだ後、このマジックを試そうとする者は二度といなかった。今の話も僕が工房にあったアイテムやノートから推測したものさ。つまり今まで誰一人として高所脱出マジックに成功したやつはいないってことか。ついさっきまでいつか自分の目でそのマジックを見れたらいいなって思ってたけど、そんな危ないマジックなら
やっぱりむやみにやるのは良くないよな。そういえばマジックボックスからダミー人形が落ちるって言ってたけど、本物の魔術師はどこに行ったんだ？どうやって脱出できたんだよ。いいところをついたね。その質問に答えるにはマジックボックスの秘密について説明しないといけない。今目の前にあるのがセサル自身が作ったマジックボックスだよ。見た目ほど簡単なものじゃない。中には魔術師自身にしかわからない仕掛けがあるのさ。魔術師がボックスに入るとボックスは宙に吊られているわけだから、観客たちからはかなり固定的な範囲しか見えない。きっと観客たちは箱の正面、側面、それにそこしか見えなかっただろう。マジックボックスの後ろと蓋の部分については完全にその盲点となるわけさ。この時魔術師がボックス内部のボタンを押すと、観客からは見えない箱の後ろにある隠し扉が開く。魔術師はチャンスを見つけて隠し扉から脱出し、屋根の上に戻ってから観客たちがダミーに注目している間にこっそり地面へ降りるのさ。そんなに簡単なのかよ。説明を聞いてたらオイラにもそのマジックができる気がしてきたぜ。それほど簡単じゃないよ。このマジックにおいて一番難しいのは観客たちの感情をコントロールすることさ。そのためには追加の演出がたくさん必要だ。落ちるダミー人形、再登場のタイミング、大げさなセリフ。演じる前に魔術師は自分の体を縛ることさえするかもしれない。そうやって観客たちの脱出できないという印象を強化していくんだよ。長く研鑽と訓練を重ね、無数の努力をたった数分間のショーに集結させる。予想外をサプライズに変えて観客を笑顔にするんだ。セサルはかなりマジックの心得があったんだね。でも残念ながら実現はできなかった。一体セサルの身に何があったんだよ。リネ、ここに細工があるって言ったよな。まさか事件の経緯がもう分かったのか？うん、大体はそういうことだろうなってね。10年前の資料を調べたことがある。セサルが事故に遭った時に使ってたマジックボックスの中にはギミックのボタンは右側に設置されていた。実際人々の前でもセサルはいつも右手を利き手にしていたようだった。何の問題もなくないか？でもこの工房の中では大多数のマジック道具のギミックは左側に仕組まれてるんだ。ここのマジックボックスを含めてね。僕が思うに本当は左利きだったはずだよ。魔術師たるもの、目立つ習慣を持ってはいけないからさ。例を挙げると、一般人は何かをやるとき自然にその最も重要な部分に目線を向けてしまう。必要以上の注目を避けるため魔術師は逆にあえて自分の視線を制御する必要があるんだ。マジックの真髄は虚実の入れ替えだからね。真の部分を警戒されてしまったら虚の部分も隠しようがない。セサルは何としても己の習慣を大部分の観客と一致させる必要があった。右手を無理やり使うのはそのためのやむを得ない犠牲だったんだよ。偉大なるマジックにはいつもそれ相応の代償がつきものなのさ。それでもすごく焦ったり緊張したり、周りに他の人がいなかったりするとやっぱり無意識に左手を使ってしまう。これも彼がギミックを操作するボタンを左側に設置した理由でもある。ああ、そう考えてるよ。脱出マジックの時間制限はかなり厳しい。セサルはわずか数秒間の間にボックスの隠し収納を開け、観客の注目を引くためのダミーを出してから隠し扉を開けて素早く逃げる必要がある。でも彼はきっと十分な自信があっただろうね。何せ何度もリハーサルを重ねてきたんだ。考える必要なんてなく、体は無意識にやるべきことをやってくれる。
彼は隠し収納を開けてダミーの人形を取り出し、すべてが手順通りに進んでいることを確認した。左手はボックスのボタンへと伸びる。しかし突如、彼の心臓はギュッと掴まれたかのように緊張する。ボタンがあるはずだったところに何もない。指先から馴染みのある感触が戻ってこないんだ。セサルには現状を整理するための時間が必要だった。無意識に左手はあるはずだった脱出用のボタンを探り続けてしまう。おそらく 1,2 秒かけてしまったんだろう。すると箱の底が自動的に開いてしまった。そんなレベルの危険なマジックだからね。たった1秒や2秒の迷いでも全てを崩壊させるには十分だ。警察が調べても手がかりはつかめず、セサル自身がミスをしたとしか結論が出せなかった。つまりマジックボックスを入れ替えたやつこそ真犯人ってことか。でも気づかれないようにこっそりショーに使うマジックボックスを入れ替えるなんて、そんなに簡単なことじゃないよな。彼の本当の利き手を知り、かつ無理なくマジック道具を入れ替えるなんて、きっと彼と親しい人間にしかできないだろうね。そうでしょ、ロレンツさん。君たち本当に余計な世話を焼くのが好きだな。10年前に死んだ魔術師のことなど誰も気にかけやしないだろうに。君たちに手を出すつもりはなかったよ。新しいトラブルを生んでしまう羽目になるからな。チャンスは与えたんだ。あの女と同じように引けばよかったのに。本当に失望したよ。あ、セマのことか。あいつを脅してたのはやっぱりお前だったんだな。ああそうだ。彼女は頑なな態度は取ろうとも面倒は生まない。対して君たちと来たらセサルと全く関係がないくせしてしつこくこの件を調べようとしている。命が惜しくなければここに散るがいい。行け、速攻で終わらせろ。ふん、お前なんかにやられてたまるか。ちょっとしたトリックさ。フラッグ。フッ。フッ。フッ。はい。注目。君たち、まだ続けるつもり？ロレンツォさん、連れてきた人は全部倒れてるけど、さてこれでお話できるよね。ちょっと聞きたいんだけど、なぜセサルを殺した？セサル、その名を何度口にすれば気が済む。皆口を開けばセサルのことばかり。この私こそ真のマジックの天才だというのに。子供魂のマジックしかできない半端者のどこがいい。私がマジックを尊い芸術に仕上げたのだ。貴族たちまでもがこの私を敬うほどにだ。嫉妬か。嫉
夫だと、剣王の間違いだろう。私はセサルが嫌いだ。あいつはまるで人生にはマジックしかないかのように、マジックを全てだと思っていた。路上でのショーに没頭し、巡回公演なんかやって金儲けのことは一切考えていなかった。マジックなんて所詮は騙しだ。金を騙し取らずして何の意味がある。だが人々は誰もそう思ってはくれなかった。あいつを尊敬し、弟子であり助手でもある私には見向きもしなかった。一番聞き飽きたのは、あなたの師匠はすごい人だという言葉だ。あいつのどこが偉い。貧乏なくせに。他のマジシャンの弟子は師匠についていけば贅沢な生活ができるが、私は違った。技術は山ほど身につけてきたのに、普通の生活しかできなかった。マジックを使って金を騙し取ることは、あいつに厳しく禁止されていた。何せあいつはそういうことを嫌ってたからな。だが、あいつはフォンテーヌでは結構人望があった。あいつが死なない限り、私は才能を発揮できない。あいつが私を破滅させるからだ。殺すしか、他に方法はなかった。そうだ、そうするしかなかった。他に理由はないのか。この理由で十分だった。もっと別の理由があるかと思ってたけど、例えば君はジェマさんが好きだったのに、ジェマさんはセサルの婚約者だったからとか。ジェマが好きだと、冗談じゃない。そうか、じゃあ僕の勘違いだ。話題を変えよう。君が怪盗マーテンだったんだね。ああ、セサルは私に厳しかった。正しいと思うことを私にもしてほしいと、あいつはいつもそう指導してきた。例えばマジックでみんなを笑顔にするとかな。だが私はあいつの考え方が気に食わなかった。マジックがもたらす実際の価値の方が大事だと思っていたから、多くの宝物を自分のポケットに入れた。そうだ、怪盗マーテンが盗むのは他の人が大事にしてるものだけで、その価値は気にしないって、この前シャルロットから聞いたぞ。あれは他人が勝手にそう解釈しただけだ。何でも盗むわけがないだろう。ターゲットはいつだって高価なものだけだった。安いものはただの練習さ。それで怪盗だと思われるとは、とんだ茶番だったな。なるほど、審判を受ける時も君はそう発言するつもりなのかい。他に選択肢はあるか。君たちは私に噛みついて話さないし、ここまで調べられたんだ。君たちを排除しようとしたが、それも失敗に終わった。もうどうしようもないだろう。これでいい。この10年、権力と富のメリットは十分に楽しめた。どれもセサルが与えてくれなかったものだ。悔しいが、もう心残りはない。分かった、それじゃあ警察隊を呼んでくるね。旅人パイモン、ロレンツォを見張っててくれ。この後工房の外で合流しよう。これでやっと気を抜ける。
事の経緯はリネさんから聞いた。ロレンソ、あなたはセサルを殺害し該当の罪を着せたことを認めるか？少しは良心が残ってたみたいね。弟子が師匠を殺すなんて、なんてことを。審判を受けなさい。ふう、やっと一段落だな。リネ、これからどうするんだ？明日のマジックショーの準備か？そうだね。まずはリネットとジェマさんと合流するよ。ロレンツォも逮捕されたから、ジェマさんが脅されることはもうないと思う。そうだな。この情報をジェマに伝えに行こうぜ。そしたらあいつも安心できるよな。おかえり。今回は早かったのね。まだ3個目のデザートを食べ終わったところよ。もう3個目かい？リネット、食事のバランスには気をつけるって約束だろ。こんなにデザートを食べたら夜ご飯が何も入らなくなっちゃうよ。大丈夫。運動モードに切り替えて、ランニングで余計な糖分は消費するから。まったくへりくそ。はあ、仕方ないな。次はないからね。分かった。あなたたち大丈夫だった？もちろんだぜ。ロレンツォってやつなんか全然相手じゃなかったもんな。もう警察隊に逮捕してもらったぜ。そう、よかったわ。ごめんね。実はこの前、まだ完全に信用してたわけじゃなかったの。ロレンツォのことも疑ってたけど、私分かってるぜ。脅されてたんだろ。オイラだってそう簡単に知らない奴のことは信用しないぞ。でも心配するな、もう大丈夫だ。ごめんね、ごめん。ちょっと感極まって、この日を長く待ち望んでたから。ずっとロレンツォを告発しようと思ってた。彼はセサルの遺産を全部持っていったから怪しいと思ってた。でも誰かに狙われてる気がして、それ以上のことは調べられなかったの。本当に怖かったわ。彼らに殺されてしまったら、セサルの墓参りをする人がいなくなってしまうでしょ。それでずっと打ち明ける勇気がなかったの。ありがとう、本当にありがとう。セサルの冤罪を晴らしてくれてありがとうな。まさかロレンツォが真の怪盗マーテンだったとは。あいつは公の場でセサルへの不満をこぼしたことは一度もなかった。師弟仲は良さそうに見えたんだがな。あんな卑怯な奴が外で遊び暮らしてる間に、セサルの方は濡れ衣を着せられて罵倒を浴びせられるなんて、本当に理不尽だ。お前たちが助けてやってくれてよかったよ。これでセサルの魂もやっと安らかに眠れる。
もし私がもっと早く気づいてたら。それ以上自分を責めないで、ジェマ。これはあんたのせいじゃないわ。そうですよ。暮らしは続けていかないといけませんし、セサルさんもきっとあなたの落ち込んだ姿は見たくないと思います。心中お察しするわ、ジェマさん。お兄ちゃんは明日の夜、歌劇場でマジックショーをやるの。ジェマさんも気分転換に、一緒にどう？セサルさんのショーをオマージュした、特別なショーを準備したの。ショー？セサルのオマージュ？本当に？ありがとう。絶対見に行くわ。それじゃ、約束だよ。また明日の夜に。旅人、パイモン、君たちも遅れないでね。安心しろ。ただでマジックショーが見られるんだから、オイラたちは絶対一番乗りだぜ。じゃあ、また明日の夜にな。何か忘れてるような気がするぞ。あ、そうだ、セサルの日記。セサルがマジックを教えた二人の子供ってやっぱりリネとリネットだったのか。マジック工房じゃ話をそらされて聞けなかったけど、明日の夜会うわけだし、リネにもう一回聞いてみようぜ。きっとその時には分かるよな。ここ数年の間に私もセサルのことを何度も悪く言っちゃったわ。思い返せば恥ずかしいことをしたわね。あんなに優しい人だったのに。ロレンツォがジェマさんを脅してたなんて思いもしませんでした。たまにですけどこの辺りで見かけたことはありました。でも一度も墓参りはしてませんでしたよ。ただあそこに立ったままジェマさんのことをずっと遠くから見ていました。ジェマさんも気づいてたはずですけど、なぜか彼を追い払ったりはしませんでしたよ。真犯人が逮捕されてセサルの名声も少しずつ回復していくだろう。結局ジェマの目に間違いはなかったわけだ。
マジックショーが見れるんだな。そういやリネット、今回お前は出ないのか？今回はいいの。お兄ちゃんがするのは一人のマジックショーだから。ここであなたたちと一緒に見るわ。皆様、準備はよろしいですか？大魔術師リネ先生のマジックショーが間もなく開演です。今回リネ先生は数多くのマジックを用意されました。そのうちの一つはまだ一度も公演したことのない目玉演目だそうですよ。うわ、新しいマジックらしいぜ。皆さん、ご来場ありがとうございます。それでは今宵の不思議な旅を始めましょう。お兄ちゃんのマジックすごいでしょ。あの人を思い出させてくれるわ。そうか、セサルも有名な魔術師だったんだよな。そういえばジマとセサルはどうやって知り合ったんだ？え？そうね、ある日街を歩いてたら子供たちにマジックを見せているあの人と出会ったの。子供はマジックショーが大好きで、この世には常識では説明できないようなことがたくさんあるって本気で信じてる。だからセサルの不思議なマジックは子供たちを夢の世界に誘うかのようだったわ。私もセサルに深く魅了された。そこで私は私のためにマジックをしてほしいとねだったの。なんだかロマンチックだな。で、どんなマジックをしてもらえたんだ？それはお花のマジックだった。あの人は手にお花を持って指を鳴らした。そしたらお花はなぜか私の頭の上に乗ってたの。本当に嬉しかったわ。だってそれまで誰かからお花をもらったことなんてなかったんだもの。素敵だな。そういえばリネも似たようなマジックをしてたよな。そうなの？きっと彼もセサルと同じでロマンチックなのね。どうか今の時間を大切にしてね。一番親しい人でもいつ離れていくかわからないんだもの。そうだぞ、事件はもう終わったからな。どう慰めていいかわからないけど、でもこれからはもうお前を脅すやつなんていないんだから。多分ちょっとは息がつけるだろ。そう、確かにそろそろ息をついてもいいんじゃない、本物の怪盗マーテンさん。ほらリネットもこう言って。え？怪盗マーテンって、ロレンツのやつが逃げ出したのか？どこにいるんだ？怪盗マーテン？お兄ちゃんが言ってた。ステージにいる人はみんな観客に素晴らしいショーを見せるために精一杯自分の役を演じないといけないんだって。そして全ての手札を出し尽くした時、その人はフィナーレを迎える。何も持ってない人はステージに立ち続けるべきじゃない。もう10年よジェマさん、演じることには疲れたでしょ。そろそろこの演劇を終わらせる時よ。何、どういうことだ？おいら全然わからないぞ。旅人、空気が重くなってきたぞ。お前も何か言ってくれよ。さて皆様、ただいまのリネ先生のショー、お気に召していただけたでしょうか？ここで休憩を挟みます。再開後は本日一番のインパクトあるマジックを皆様にお届けいたしますよ。後半のショーは歌劇場の外で演じられますので、
皆様は案内に従い屋外へと移動してお待ちください。怪盗マーテンは人前に出るわけにはいかないでしょ。心配しないで、もうすぐここも静かになるわ。少し場所を変えて話しましょう。あれ、ちょっと空気が重いな。ごめんね、もう道具を使い果たして降りてきちゃったから。アドリブのマジックで場を和ませられそうにないや。魔術師としてはこれもある意味ミスかな。でも幸い代案がある。ある面白い物語を語ってあげよう。みんな興味はないかい？まあまあ、魔術師は他人の心を読むのが得意だからね。君が聞きたいことは分かってる。僕が用意した物語もちょうどそれと関係があるんだ。そうなのか？じゃあさっさと教えてくれよ。すっごく気になるぞ。十数年前のことから話そう。あの頃怪盗マーテンはフォンテーヌ邸で活動し、手を出すたびに必ず成功した。彼女の手から逃れられる宝はなかった。でも評判が広がるにつれ、警察も彼女への警戒を高めていった。それで怪盗マーテンの犯行の機会は減り、代わりに正体がバレるリスクは日に日に増していった。当然彼女はおとなしく捕まる気などなく、すぐに行方をくらます策を思いついた。つまり偽物の怪盗マーテンを作り上げて人々に納得させるって方法だ。選別を重ねた末、彼女は有名な魔術師セサルに狙いをつけた。魔術師と怪盗はもともと似たところがあって、真実として一番受け入れやすいからね。それで怪盗マーテンはうまくセサルを騙して信頼を得ると、あとは濡れ衣を着せるだけになった。でも実行に移す前に、セサルには彼に不満を抱く弟子がいることに気づいた。自ら手を汚すまでもない。怪盗マーテンはそう考えた。彼女に誘導され、ロレンツはセサルのマジックボックスに細工し、落下死亡事故を引き起こした。その後ロレンツは師匠のマジックに関する遺産を己のものにし、怪盗マーテンはその汚名をすべてセサルに着せた。見事な犯罪で、完璧な協力だったね。リネ君とリネットちゃんは物語を語るのが上手だわ。話を聞いていると私まで本当にそういう黒幕がいるんじゃないかって疑っちゃうくらいよ。でも唯一の疑問は、物語の悪役がどうやら私みたいってこと。リネ君に聞きたいんだけど、どうしてそんな推測が生まれたの？ロレンツォに何か言われた？ご心配なく、ロレンツォは何も言ってなかったよ。でも僕は最初から彼が怪盗マーテンじゃないだろうと思ってた。そして実際に調べていく中で、推測は確信に変わったよ。あまりにもあっさり認めちゃったから、逆に何か隠してるように見えたんだ。悲しいわね。つまりリネ君は何の証拠もない中で、彼でなく私の方を疑ったというのかしら。魔術師はいつも観客を自分が望む結末へと誘導していく。
ジェマさんもそのことは深く理解してると思うけど、婚約者を深く信じ、たとえ脅されても揺らぐことは決してない。ロレンツォの助けのもと、あなたは情け深く堅くななキャラクターをうまく演じてきた。ここ10年間誰もがセサルさんを憎み、あなたに強い同情心を抱いた。墓の前で涙を流す美しい女性が黒幕だなんて誰が信じるだろう。あなたに注がれたのは憐憫の眼差しだけだった。待て、つまり脅されたってのは花からロレンツォとジェマの演技だったってことか。でもロレンツォはどうしてそんなことする必要があるんだよ。最後までジェマのことはバラさなかったし、むしろ自分から怪盗マーテンだって認めてたぞ。そう、どうしてだろうね。それはジェマさんに答えてもらえないかな。もしリネ君が自分で作り上げた物語を信じているなら、答えは明白でしょ。その手でセサルを殺した犯人であるロレンツォはすでに最も重い罪を背負っている。怪盗マーテンの正体をバラすことは彼にとって何のメリットもないけれど、逆に怪盗マーテンは牢屋の外で彼の家族を世話することができる。素晴らしい答えだけど、ちょっとつまらないかな。じゃあリネ君はどんな面白い話が聞きたい？一つ理由を知りたいんだ。本物の怪盗マーテンはどうして他人が大事にしてるものばかりを狙ってたんだろう。ジェマさん、分析してくれないかい？いいわ、どうせただの物語だものね。私の推測だと、その本当の怪盗マーテンはきっと惨めな幼少時代を過ごしたに違いないと思うわ。幼くして両親を亡くし、一人で流浪した。欺かれ、笑われ、殴られて、ゴミ箱で紙くずを漁り、拾った木の枝で汚い絵を描いて、あちこちから集めてきたボロ切れを使って醜く拙いぬいぐるみを縫い上げた。それが彼女の唯一の楽しみだったけど、その頃の彼女はそれだけで満足だった。でもその幸せすら許してもらえなかったの。彼女は全てを騙し取られ奪われた。人生は抜け出せない沼のようだった。幸せであるべき年頃に彼女は隅っこで指をくわえてこの世界を眺めることしかできなかったの。なんて残酷なんでしょう。苦しみの中、彼女の心にはどす黒い感情が生まれ、あってはならない考えが脳裏に浮かんだわ。幸せな奴らをみんな平等に恨んでやる。彼らの美しさを、真実をすべて盗んで、私の心の穴を埋めてやる。そんな。これで辻褄が合った。この物語は気に入っていただけたかしら、リネ君。僕の趣味にぴったりだよ。疑問に答えてくれてありがとう。そうだ、ジェマはなんで予告状を出したんだ？何を狙ってたんだよ。あの予告状がなければ全部バレなかっただろう。あの予告状はこの人が送ったものじゃないさ。10年も経ったのだから、怪盗マーテンは歴史から消えるべきなのに、どうしてもその安寧を邪魔したい子がいるなんてね、リネ君。いえ、怪盗ごっこが好きな僕とでも呼んだ方がいいかしら。歌劇場の外に貼った予告状はあなたが書いたんでしょう。一体何が狙い？さすが本物の怪盗マーテン、事の経緯をもうすべて理解したんだね。だったら僕も腹を割って話そう。僕たちの目的はセサルさんの事件の再調査だった。人々の中に植え付けられてる
セサルさんへの印象を変えるのに一番手っ取り早い方法は怪盗マーテンを再び出現させることだ。それだけ？他に理由はないの？もちろんあるさ。予告状にはっきりと書いてあっただろう。君の最も大切なものをいただきに来ようって。ちょうど君が10年前にやってくれたようにね。10年前？セサルの死のこと？まさかあなたはあの人に会ったことが。待って、思い出したわ。あなたたち、あの時の嫌な子ね。時間が経ちすぎて二人とも大きくなってたからすぐに気づけなかったわ。セサルにマジックを教わってたでしょ。たったの十数日だったと思うけど、あれっぽっちの恩を今でも覚えているわけ？受けた恩は大小問わずみんな覚えてるよ。10年前、セサルさんは濡れ衣の汚名を着せられて人々に忌み嫌われた。10年も経った今、それが冤罪だったかどうかなんてもう誰も気にしてない。でも僕たちは忘れたりしなかった。だからこうして君を訪ねてきたのさ。なら、あなたたちは私から何を奪ったというの？見ての通り、私はここに無事でいる。ロレンツォが全ての罪を認めたおかげで、私は自由になったのよ。自由？君は本気でそう思ってるのかい？セサルさんはかつて僕にこう言った。たとえ嘘と偽りがこの世に満ちていても、そこから自分だけの真実を見つけ出さないといけないってね。この言葉は君にも当てはまると思うよ。真実というのはいろんな形を持ってる。例えば思い出の詰まった宝物や熱い理想、そして自分の人生にかけがえのない人。運命は君からいろんなものを奪い去った。心の傷は癒えず、夜になるたびにうずく。窃盗行為は君にとって苦痛を和らげる麻酔薬のようなものだったわけだ。何が言いたいの？つまり、ここ10年君は犯行に走らず、思い通り一般人のように静かに暮らしてきた。窃盗に代わって効果を発揮した何かがあったんじゃないかい？ロレンツォの話に戻そうか。彼は自分の死を手にかけ、君の演技に付き合い、全ての権威を自ら背負った。本当に自分の利益のためだけだったんだろうか。彼は君の正体と罪を知りながら、君のために全てを尽くしたいと思った。彼がいたからこそ、ここ10年間君は窃盗の欲望に苛まれずに済んだんだ。君たちはセサルさんを殺害した共犯者であり、傷口を舐め合う友人でもあった。君も薄々気づいてるんじゃないか。彼は君にとってかけがえのない真実だったってことを。僕が保証してあげるよ。こんな真実は今後二度と訪れないってね。これであなたは自由よ、ジェマさん。おめでとう。自由の代償に嘘と偽りだけの世界で孤独に生き続けるといい。我慢できるといいね。人生はまだまだ長いんだからさ。さて、そろそろ再会のお時間です。皆様、リネ先生が間もなく再登場されますよ。皆様、リネ先生がこれから披露される目玉マジックは一体何だと思われますか？答えは、高所脱出マジックです。高所脱出マジック？魔術師セサルを皆様覚えていらっしゃるでしょうか？当時あの方はまさにこのマジックで失敗し、怪盗マーテンとされてきました。しかし、ただいま最新情報が入りました。なんと
本物の怪盗マーテンが罪を認めたとのことです。つまりセサルは実は濡れ衣を着せられていただけだったというわけです。そろそろ行くよ。いっぱい練習したマジックだけどやっぱりちょっと緊張するな。旅人パイモン、これからのショーをじっくり楽しんで。劇場の外には大勢の観客がいるけど本当の見届け人は君たちだけだからね。待ちなさいリネ、あなたたちはあの時セサルにいろんなことを隠してた。彼は死ぬまでその秘密を知らなかったわ。今は本当の顔を他人に見せても良くなったのかしら。孤独への道につながるのは嘘だけじゃない。いつかあなたも私の今の気持ちを知ることになる。その日を楽しみにしてるわ。いや、僕は君とは違う。オイラたちどうしたらいいんだ。お兄ちゃんの言う通り、歌劇場の外へマジックを見に行こう。でもジマが。大丈夫、彼女もじきに全てを理解する。そうだ、マジックが終わってお兄ちゃんに会いたくなったらいつもの場所に行けばいいから。わかった。それじゃあまずはリナのマジックを見に行こうぜ。高所脱出マジックって危ないんだろ。あいつ大丈夫なんだろうな。魔術師は怪盗とは違う。怪盗が生むのは離別だけだけど、心優しい魔術師は再会のチャンスを与えてくれるんだ。私だけの真実、時々自分を博打打ちのように感じることがあるわ。勝った時テーブルにあるチップのことなんかはどうでもよくて、勝ったということ自体だけが私を楽しい気持ちにさせる。気づいたらもう何も残ってはいなかった。もう一度やり直すことができたら私は。マジックは少しのミステリーとサプライズに常識破りな何かでできている。マジックの勉強は辛い。一つの動きを何千回も練習するんだぞ。大丈夫、もう慣れてるから。あ、ごめんなさい、
いろいろ教えてもらったのに、全然本当のことを伝えてなくて。気にするな。私の言葉を覚えてるかい？この世界は元から嘘と偽りに満ちている。でも君たちはいつか自分だけの真実を見つけ出してくれ。あなたは自分の真実を見つけた？私の真実はマジックさ。偉大なマジックをやりたいんだ。このマジックといえばセサルだと思い出してもらえるやつをね。魔術師にとって最高の栄光だろ。おい、見ろ！密封された箱に入られました。無事脱出できるのでしょうか？10年前、魔術師のセサルはまさにこの時に。ミステリー、サプライズ、常識破りな何か。そうだよね。栄光をあなたに返します、セサルさん。ちょっと遅くなっちゃったけど。花になっちゃったよね。一体どうやってやったんだ。本当に不思議ですわ。まばたきもしなかったのに目の前から消えてしまったんですもの。こんなに素晴らしいマジックが見れるなんて、来た甲斐があったわね。セサルの冤罪は晴らされ、新進気鋭の魔術師リネが当時貫通できなかった彼の代わりにマジックを成功させた。本当に最高な結末よね。明日のトップ記事にできそうだわ。なんかみんなリネが用意した今日の目玉が気に入ったみたいだな。そういえばリネは？あいつどこ行ったんだ？リネットはいつもの場所で待ってるって言ってたけど、いつもの場所ってどこだよ。墓地ってセサルが埋葬されてる墓地のことか？そっか。このマジックはリネからセサルへの手向きみたいなもんだしな。マジックが終わったらきっと墓参りに行くだろうな。よし、行ってリネを探してみようぜ。ビビったぞ。事故かと思っちゃったぜ。
マジックは演出の芸術だから、魔術師は観客の感情を動かすトリックを用意しておかないといけないんだよ。だからセサルさんのマジックをちょっとアレンジした。実際僕もちょっとドキッとしたよ。重力を失って落下する感じがどんどん強くなって、空と地面が逆転してぐるぐる回ってさ、時々思うんだ。10年前、セサルさんは落下した時何を考えてただろうって。ジェマとロレンツをそばに置いたことを後悔したかな、それとも最後までミスだと信じてたんだろうか。そのマジック工房にいた時からずっと聞きたかったんだけど、お前はセサルから魔術を学んだことがあるのか？それっていつのことなんだ？ハウスオブハースに入った後のことさ。あの時実は僕とリネとは目的があってあの人に近づいたんだ。僕の過去の話を覚えてるかい？生活のために僕はかつて路上で披露されるマジックのパフォーマンスを観察して、不思議なトリックをこっそり覚えようとした。でも観察だけじゃ足りないってすぐに気づいた。どれだけ見ても目を奪われるようなショーの裏でマジシャンたちが経験してきたはずの辛い練習は見えなかったんだ。どうしたら指をうまく動かせるか、どうしたら視線を誘導できるか、もっと巧妙な仕掛けを作るにはどうしたらいいか、ことマジックの領域において僕たちは才能で道を切り開いた。でももし専門的な指導を受けてなかったら、何をやっても労力に見合った成果は得られなかっただろう。だからセサルを訪ねたのか。うん、最初はただの運試しだったんだけどね。まさか持てる技術を全て授けてくれるとは思わなかったよ。一緒に過ごしたのはたったの十数日だったけど、あの人はすごく優しくしてくれた。むしろ僕たちの方こそいろんなことを隠しっぱなしだった。例えばなんでマジックを学ぼうとしたって聞かれた時、僕は好きだからって答えた。でもあの時はちょうどいろんなことがあった後だからさ。マジックの才能のおかげで貴族に引き取られたのに、その直後に裏切られたり。だからマジックに対して持ってたのは好きなんて純粋な気持ちじゃなかったんだ。でもなぜか本当のことを伝えるかどうか迷ってた時、嘘が口をついて出てきた。他人を信じられるってことは美徳の一つだけど、僕はあの時からすでにその能力を失ってたんだろうね。リネ、まだ僕に気を使ってくれるのかい？君たちは本当に優しいね。でももう慣れっこだから心配しないで。貴族の邸宅からハウスオブハースまで、嘘と利益は常に僕たちの世界について回ってた。セサルさんがツアーに出てから僕たちもいろんな場所で任務を遂行した。その後最初に耳にしたあの人にまつわる情報は10年前のあの転落死の事故のことだった。そして彼はなぜだか怪盗マーテンにされていた。あの夜あの人の笑顔が頭に浮かんで言葉を失ったよ。伝えられない秘密は高い壁を作って、心を許せる人は次第に少なくなっていく。まるでショーが終わった後の観客席みたいに。これも僕が背負うべき代償なんだろう。誰かを失って初めてその人の存在の重さを知る。これは僕がジェマが必ず苦しむと確信した理由さ。他ならぬ僕自身が身をもって感じてきたことだからね。そうだぞ、気を落とすなよ。オイラたちも旅の中でいっぱい別れを味わってきたぜ。でも明日はきっともっと楽しいことがあるってオイラはいつも信じてる。
美味しいものも面白いおもちゃももっとある。それに旅人もそばにいてくれるって、そう考えたら悩みなんか全部ぶっ飛んじゃうぞ。そう考えるとオイラの真実はお前ってわけか。そりゃそうさ、僕とリネットと同じでお互いがかけがえのないこの世の真実なんだ。運命は僕たちから等しくいろんなものを奪ったけど、幸い一番大切なお互いの存在だけは残してくれた。おかげで僕たちはあの一番辛い時を乗り越えられたんだ。だからこそ過去の僕はジェマのように極端な考えには至らなかったし、これからもそうはならない。ずっと暗闇で生きてきたけど、差し込んできた光の一つ一つを忘れはしない。さ、楽しい話をしようか。今夜の僕のマジックショーはどうだった？気に入ってくれたかい？そりゃすごかったぞ。でもなんだかまだ物足りない感じがするな。歌劇場にいた時はおしゃべりに必死で、前半のショーは全然見れなかったんだよな。リネ、そのもう一つマジックをやってくれよ。ちょっとそれはさすがに無理だって。さっきのショーで出し切って僕はもう何も持ってないんだよ。そんな、なんとかしてくれよ。オイラの中では魔術師リネは何でもできるやつなんだからな。わかった、それじゃ頑張っちゃおうかな。よく見てて、僕の手には花が一つ。嘘だ、手に何も持ってないくせにごまかしちゃダメだぞ。あれ、本当だ。でも確かに持ってきたと思うんだけどな。じゃあこうしよう、僕と一緒に数えて、3、2、1。3、2、1。探してみて、花はもうどこかに現れたかも。本当か？どれどれ？本当にあった！でも、前回の花とちょっと違うな。これって確か、あ、そうだ！レインボーローズだ！それよりリネ、どうやってやったのか教えてくれよ！マジックを勉強したいなら、せめてリネ先生と呼んでくれなきゃね。リネ先生、お願いだ。その誠意に免じて一つ教えてあげよう。魔術師は種明かしなんか期待してはいけないんだよ。観察して考えて自分で答えを探さないと。そうだ！もう遅いから僕たちもそろそろ帰るよ。今日は見に来てくれてありがとう。おやすみ。また次に会えるのを楽しみにしてるね。おう、またな。オイラたちも帰ろうぜ。ひひ、明日の朝のスチームバード新聞が待ちきれないぜ。リネとセサルに関する記事も出るんだろうな。朝が来たらスチームバード新聞社の入り口で聞いてみようぜ。
ごめんね、シャルロットさん。今日は僕もリネットも忙しくて取材はちょっと。さほどお時間は取らせませんから、どうかお願いします、リネさん。え、何かあったのか？遅くまで怪盗マーテンのコラムを書いてて、今朝新聞に発表しようと思ってたんだけど、明け方急に情報が入ったの。なんとセサルの婚約者だったジェマが自分こそ真の怪盗マーテンだって警察隊に自首したそうよ。もう認めたのか？あれ？もう遅いよ、お兄ちゃん。第一声がもう認めたのかってことは、すでにあなたたちは真相を知ってたのね。はっ、やっぱり私の予感は的中ね。何か隠してるんでしょう。ジェマが自首したわけは、昨晩のリネさんのマジックショーと関わってるはずよ。高所脱出マジックを見たジェマさんは、セサルさんと過ごした日々を思い出して両親が傷んだんじゃないかい？なるほど。って、そんなはずありません。そう簡単に両親が傷むなら、この10年間彼女は一体何をしてたんですか？それは…そういえば、昨日のマジックショーの後、あなたたちもジェマもいなくなりましたよね。まさかあの時に？突然ですが、聞かせてもらえますか？ショーの後、あなたたちはどこへ行ってたんです？ショーの後？オイラたちとリネは墓地に行ったんだぞ。リネがオイラたちにだけマジックを見せてくれたんだ。そういや、お前の話のおかげか、リネはマジックでレインボーローズを使うようになってたよな。ゴホン。ん？私だってお兄ちゃんからレインボーローズをもらった記憶はないのに。つまりお兄ちゃんは、私より旅人たちの方が大事なの？それは違う、あれは。なんでお前までそんな反応するんだ？おいら、またまずいこと言っちゃったのか？変な空気になっちゃったぞ。旅人、おいらたちどうすればいいんだ？はい、どうやら今日は取材できる感じじゃないみたい。まあいいか、また今度来るわ。しつこくしてごめんなさいね。でもこんなにインパクトのあるニュース、放っておくわけにはいかないわ。ジェマの情報が広がって、世の中は大騒ぎよ。この裏にある真実を、必ず突き止めてみせる。彼女は警察隊にこう伝えたらしいわ。最後の願いは、もう一度ロレンツに会うことよ、って。複雑な関係よね。とっても気になっちゃう。とりあえず、お先に失礼するわね。ごゆっくり。リネット、実は。大丈夫、別に怒ってない。彼女の注意を引きたかっただけ。なるほど。おいらびっくりしちゃったぞ。僕も危うく騙されるところだったよ。幸い効果は適面だったね。レインボーロース大切にして、なくしちゃったら私も悲しくなるから。